えー、こんばんばは山瀬の堀部です、えー、まあこれからですね、えー、動画でいろいろ眼鏡のこといやちょっとまああのサングラスのこととか、えー、そういったことをご紹介していくとまあわかりやすいかなとひら,けひらめきまして、えー、こ,このような形で動画を作ってみましたまあ第1回目なんでちょっとうまくいかないんですけどまああの 頑張ってやっててやいいいきたいと思いますでまず第1回目はあの、これです。変更サングラスっていうものがあるんですねで。これはシルエットっていうオーストリーの会社の変更サングラスです。でここに POL って書いてあるんですけど、これはポラロイズドと、えー、いう意味になります。で変更というのはあのは 横波をカットして乱反射を防ぎますので例えば水面の反射を除去して釣りであれば水面の以下の水中の魚がよく見えるようになるとかゴル,フ場であるゴルフ場とかコンクリートとこの照り返しそれから雪ですね雪面行った時の照り返しがまぶしさを防ぐとかそういった効果があるとても。 以前から言いますけどすごくハイテクなレンズです。で今日は私どものこの、えー、用意しているあの変更レンズのこう体験ツールですねこれで、えー、ちょっと実験をしたいなと思います。で、えー、これ今あのプールになってるんですけど、えー、変更レンズをかけてみるとこの中の何かが見えるっていう状態に なじゃあちょっとやってみましょうねえー、そうですね今この中には何も今見えませんそれで変更レンズをかけると中に人魚が見えてきますねそして サングラスを外すと全く見えなくなります。でまた見えますね。これは乱反射を、あの水面の乱反射を消してるっていうあの実験になります。また見えます。今日たまたまあのデンマークの方がいらっしゃってあの変更サングラスをお求めいただいたんですけどこちらのツールをお見せしましたら えー、デンマークが人魚の本場だよって言われてあそうかとまあちょっと勉強になった次第なんですけどまああのー、変更サングラスすごく楽なんでちょっとも,もうゴルフに行ったりとか、えー、スキーとかあとそうですね、えー、外にあの出かける機会が多い方ちょっとあの興味がある方山線までご相談いただければいろいろご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。 また次回、あの、動画のニュースをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。